くえくあけましておめでとうございます。おめでとうございます。 WGSL です。本年も2022年もお会いこたまりますようよろしくお願いいたします。お願いします。ということで皆さん大好き WGSL チャンネルコメントの少ない WGSL チャンネル寂しもうちょっと欲しいですね。もうちょっとだけ、まあアンチはいらんけど、アンチはまあでも欲しい。コメントいただくと僕結構喜んでるんですよ。本当に本当に本当に喜んでるんですよ。それはマジで、はい、なんでねコメントあんまり僕怒ったりしないんでそう言うてそうですよ、はい、でそのイメージ先行しちゃって怒られるんちゃうかな。怒られるそれは多分じゃあ絶対怒られるんだ。いらんこと書いたら怒られるんだ。怒られるんだ。この先生っていらんこと書いたら切られんじゃんか。あー切られる。それはもう切られますね。まあそうアンチは切るけど、うん、なんかね、ということで、2022年は皆さんコメントをするっていう行動とか、まあ、それコメントの前にまずグッと押すっていう行動から始めてほしいですね。グッと評価が少ない、うん、うちの動画マジで少ない。レッスンしないとグッと押していただけないですかね、やっぱり。でもあのレッスンって皆さん役に立たないレッスンなんですよ。それよりね、僕の言葉を聞く方が、うん、ということで、正月ネタでも喋りましょうか。正月ネタって何があるんですかね。何でしょうね、何食べましたか。お雑煮ですか。お雑煮おせち、なんかちゃんとそういう正月をされる感じ。好きなおせちどうなんですかね、皆さんは。僕しないです。お僕、雑煮を食べる文化がないんで。おなるほど。正月はおせちと何があるの？お雑煮と、たこ揚げと。そう、たこ揚げって今時どうなんですか？やるんですか？たこ揚げやってるんですか？やってるんですか？だって今ってほら、小学校とかも入れないじゃないですか。そうそう、昔勝手に入りまくってましたけど。ねえ、今時どうなんでしょうね。たこ揚げ見ない。たこ揚げしたことあります。んたこ揚げはしたこと。俺だって、あれやん、次元が違うやん、住んでるとか。まあ、じゃあ上がってく方ですよね。一緒に上がって一緒に一緒に一緒に。俺召されたわ。召されたわ。タコタコにしがみついて上がっていくんですか。異常になってるだけだ。こっちの世界から異世界に乗る手段でした。タコタコなかなかの仙人みたいな。僕が下で走り回ってる。一生懸命ねえけどあの男想像したら面白い。ちょっと面白い。想像してもらって。これがこうやってこうやって両手広げてタコにぶら下がって下と下が走ってる。走り回って途中で手足こうくくられて縛られて最後に距離まで行ってブチって行く。ちょっとやってみてよ。いやいいです。やりたいですね。モス揚げやりたいです。ちょっと空港の滑走路で借りようや。おお、いいですな。滑走路借りちゃいます。モス揚げいいですね。モス揚げお召し上げ。モス揚げって新ジャンル来たな。再生数取れるんじゃん。取れますね。YouTube でいろんなジャンルの人が見てくれる。そうですね。もう全然ゴルフチャンネル関係ないけど全く。俺がこうタコ揚げでこうボス揚げで上がっていってるところをはいはい、はい、あの滑走路でふーちゃんがドライバー打ってくれて。あるいは正月の特番でこうそういうのありますね。ゴルフでこう的打ちやってもらう。いいの。え？ボス揚げ。ボス揚げ。参加料どれぐらいですか。皆さんやりたいですか。ボス揚げやりたいんじゃないですか。やりたい。参加しますね。そういう行事があったらいいのか。ファンの人たちは大体俺の顔が見たいやろ。あ、そうか。そうですね。上に上がってもサングラスしてるかもしれない。徹底管理キャラの。それはしますよね。マスクとマスクとマスクと酸素マスクと皆さん
じゃないですか。酸素は僕必要ないです。あ、そっか。あ、そっか。神ですね。まあ、まだ正月ですよ。あ、そうだね。正月の系です。まだ3日ですよ。3日ですよって。皆さんもファンの方は分かってくると思いますけど、正月に撮ってないですから。紅葉してますからね。あそこ見ちゃダメです。あそこバレるじゃないですか。何がバレる？ねえ、なんか撮ってる時期、時期が撮ってる時期が、これね、今10月です。モロバレ。モロバレ。10月に正月の動画撮ったのにちゃおるよ。さすがに撮れないですね。さすがに無理やな。だってまだ身寄りやと思うもん。金もですね。10月やったら。虫鳴いてますね。ああ、そうか。そうか。チャンネル登録、グッドボタンをコメントよろしくお願いします。はい、2022年も WGS でチャンネルの方お引き立て頼みますよ、よろしくお願いしますということで、その前に今止める前にちゃんとチャンネル登録して、はい、高評価ボタンを押して、風神笑いすぎやと、ツッコミをコメントなんかもいただけたら、コメントデビューを皆さんしてみてください。ぜひぜひ。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。笑いすぎやね。やばいっす。ボス上げやばい。ボス上げっすよ。ボス上げっていいっすね。こうでしょう。くくられて大の字にされて。カンって書いてあるでしょ。漢字で。漢字で神。もう。なんていうの、テレビの報道局とかに先に言ってほしいよ。それぐらいの大規模で、大規模でやってほしい。でも俺の顔バレてやるかもしれないけど、まあそうだ、さすがに。笑いで始まる正月、いいですね。